来た、来たでおい。この季節が、いや季節かどうか知らんでござるが、チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケでござる。闘技場放置、選挙に行ってきたんで今息が切れているでござるが、闘技場放置、連射痕を使った、そういった技、ライズでも、極めし者。今回、サンブレイクでもその、極めし技をお伝えしようと思うでござる。まずクエスト。こちら。たけき、あ、これじゃない。これ、異なる者たちの40奏曲。後で説明するでござるが、抑えきれぬ競争曲の方が楽に見えて、きつかった。ゆえに安定を選ぶのであればこちら。が、しかし、先に前もってセーフティーなお話をしておくと、100% 成功するものではない。ということだけお伝えしておこう。なんせ、狩りはランダムでござる。そして、先に分かりやすいものから説明していく。これ、常識。お団子でござるね。これ、非常に選ぶことが大事。拙者が使っているのは、お団子踏ん張りではない。お団子医療術に、防御大。そして、相手モンスターたちの属性を鑑みて、非耐性を少し上げている。といったところでござるよ。他にもいろんなお団子があるので、まあ、ぶっちゃけ悩むところでござるが、まあ、ここが安定かなといったところでござるな。お団子防御術第2に関しては、これレベル4にしてもいいんでござるけども、装備のスキルの中に精霊の加護が入ってるでござるね。で、精霊の加護とこのお団子防御術を出すと、発動させるとどうなるかというと、精霊の加護が発動しなかった時に、お団子防御術が抽選されるという形でござるゆえ、ちょっと確率的に低めでござるな。なんでワンチャンここ動かしてもいいかもしれんでござるが。そして我々のお供をご紹介しよう。神楽と剣でござる。これ拙者やっぱヒーラーじゃないとピンチの時ってのは来るでござるね。このピンチの瞬間を1回か2回でござるけど、これを切り抜けられるかどうかがヒーラーのこのお友達にかかってるでござるが、今回スキルがもろもろ切り替えることができるというわけで、回復シャボン、それから変わり身の技はモンスターを自分の方に引き寄せて攻撃をかわすという、ヘイトを少し取ってくれるというね、こういった技になるでござるよ。そして癒しの四つ葉鳥の枝、発動確率は低いでござるけども、まあやはり、安牌に越したことはないということでね、というかまあ、まあ、安牌に越さないと大変なことになるということは拙者知ってるでござるよ。もうかなりやってるでござるから。そしてスキル、今回、新スキルで、で、スキル記憶力を1個上げておく必要があるでござるけども、回復量強化、それからサポート優先、お供 UI の術でござるよ。装備屋でござるな。魔人 X 猫魂。毒属性を持った2つ。やはり火力面に不安があるでござるから、ここは毒属性で削っていきたいところ。そして装備、セロビクワットワール。こちらでござるね。虫派生で作れるこの竜属性の笛、一番の問題点として、問題点じゃない、大事な点として、体力回復台が X ボタン2回についているところでござる。これ A と XA はまだいけるかもしれんでござるが、 A に関しては納刀してしまったら抜刀することができんでござるね。故に X ボタンに体力回復台がついているこちら。そして装備、メルホア天狗クシャナハトゥー、カガチ X クシャナ X ペイル。そしてスキルが防御7、非耐性3は当然モンスターに合わせたもの、心眼3、気絶耐性3、技物3、精霊のカゴ3、体力回復量アップ3、回復速度3、麻痺耐性これついてるってことあるが、麻痺耐性は今から行く闘技場では必要ないと思うでござるよ。で、広角の恩恵さん、そして挑戦者2が嬉しい、で、匠1も嬉しい、といった感じになってるでござるね。ステータスの方をパッと見せる。そんなに難しい装飾品と語石は使っていないので、まあ、いけるかなといったところでござるよ。ちょっと、スキルが多すぎて、わかりにくいでござるかもしれんが、精霊の加護と体力回復量アップの、装飾品だけがスロ4でござったかな、確かでござるよ。準備はいいか、拙者はできてる。でも食事
まだ食べてない。実はもう片方の最初にティガレックスのいる闘技場4匹、ティガレックスの性能がぶっ壊れていて、ティガレックスだけ突破できなかった。ティガレックスが倒れた後は全てサクサクといけた。おかげでこっちを選ばざるを得なかったという裏話でござるよ。さておくとして、ここではまず人玉取り取った後に鬼人役グレート、あれどこ行った、そしてあれないない防御、まあいいか、いいでござろう、ティガレックスいないからなんとかなるでござるよ。というわけで準備はできたか。俺はできてる。最初から2匹いるでござるな。どうなるか果たして見せてもらおうか、ティガレックスの恨み。さあ一発当てたところで X ボタンを固定するでござるよ。ちょっと見ていこう。若干弱気になっているイカルタコスケギュエ、ちょっと若干、お、大丈夫、全然、ティガレックスとかもう、マジ、体力4割持ってくでござるから、カゴありで4割持ってくでござるから、それに比べたら全然余裕か。よし、ちょっとじゃあ放置してみるでござるよ。よもや卑怯とはいうまいな。まさか最後やつ敵アシュが見ていたよ、マナ弟子。まさか最後やつ敵アシュに10分以上持っていかれるとは。単体に危なげあったのは2箇所といったところでござるが、だが切れ味ギリギリオレンジが残ったでござるな。やはりぶっ壊れていたのはティガレックス。火力等々では貴様らもなかなかのものだったが、あのぶっ壊れには及ばなかったようでござるな。というわけでござる。まあ、もうちょいね、回数を重ねてみるでござるか。
腕が腱鞘炎でござる。笛をぶん回しすぎて。報酬。ああ、さまざまな報酬があるでござるね。冥王幻珠と鎧玉、覇王の証。で、分取りアイテムとは、いうことでござった。そして、もう一つ大事な部分として、オプションの、コントローラーズ、ここで総龍寺が攻撃もしくは納刀して A の方にしておくと X ボタンで攻撃し、そして総龍 C、X ボタンで総龍攻撃をしてくれることがあるので、これぜひともやっておきたいところでござるな。というわけでいかがでござったろうか。いやー、ティガレックスの方勝ちたかった。でも、運よく勝ってもしょうがないでござるからね。ティガレックスがいる方は、4戦、5戦か。いろいろ装備を変えながら5戦いて全敗でござる。まあ、こっちのね、後半やった、炎属性メインのモンスターたちは、まあ、若干見てたでござるけど、危なげなところもちょいちょいあったでござるが、まあまあまあ、あの後、1回2回やったところ、2勝1敗ぐらいの感覚でござったから、多分、まあ負けてもね、なんか暇な時に手が開かない時にやっておくもんでござるから、そこのところを寛大な心で許容し遊んでいただきたいし、それでは See you。 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。